34まで行きましたね。34本、1本あたりライブで1時間以上は収録していて、多分50時間以上はプレイしていたかなと思います。 Wii U 版の方ですね。ゼルダの伝説でブレスオブザワイルドをやっていました。でその後、スイッチを買いまして、まあ、なんで買ったかっていうと、スイッチ版でこの2018年の、まあ、2018年中にそのおっとっとっとやばい、スマブラが出るっていうニュースが出たんで、じゃあスマブラやるしかないよねっていうことで、まあ、スイッチっていうものに慣れといた方がいいかなっていうので買いました。でまあスイッチ買うんだったらダウンロード版のゼルダに変えちゃうのもありだなと思って、しかもまあ忙しいな、50時間ぐらいだったらまあ取り戻せるしいいかなと思ってまあ買いました。ダウンロード版購入してダウンロードしてスイッチ版でバンバン遊んでいました。でようやく、まあ、動画でいうとこの34本目のところまで来たんで、この通り復活しています。途切れてるのこの足で、もちろんその Wii U 版だともっと地図埋まってたと思うんですよ。こっちもあって、こっちもあって、ここもあって、この辺のどっかもあったかなっていう感じだったと思うんですけど、あ、ここもあったな、ハイラル平原があったなっていうところまであったと思うんですが、まあもちろん全然そんな進んでないし寄り道してないし、でコログの実も、全然多分比較するとだいぶ少ないんじゃないかなと思いますね。あの時はもう本当にいろんなものをいろんな目的で探索して、その過程でコログの実っていうのを手に入れることができたんで、よかったんですけど、まあね、こんな感じで、まあ逆に言うとすごい自分のなんだろう、プレイヤーとしての経験値が上がってたみたいで、ほとんどのなんだろう、昔苦労した場所はもう全く問題なかったですね。ライネルも何山だったかな、ラネール山だっけ、ラネール山だっけ、ここあここの前の、あこれだ、これここのこの辺にいたやつ、あの守り神のようにいたやつは出会って速攻で倒せましたね。よし、日野さん、日野さんちょっと寝てる場合じゃないですよ。どうやって起こそう、爆弾で起こそうか今回は。ね、はい、朝だよ、朝だよ、はいはいはい、動いて、ほい、あ、これがまた難しいね。あ、食らった踏まれた、やばいやばいやばい、死ななくてよかった。普通に回復するか、これでいくね。ポーチ、ファイルマン、イチゴ、かわいいな、イチゴ持ってたんだ。はい、どこまで話したっけ。そうそうそう、スイッチ版復活しました。でスイッチ版に変えてよかったなと思いますね。行こうか、ニコさん。そう、この馬、まず馬、 Wii U 版の時に馬に出会いました。出会っておおと思って散歩を楽しんでたら、まあ、すぐ落雷にあって、あの全然楽しめなかったんですね。あれ当たんない、よいしょ、うん。でも今回はなんかすごい、あの天候にも恵まれて天候にも恵まれてて、なんか旅番組みたいだけど、ずっとその旅ができてるのと、馬宿、あ、馬宿だっけ、あ、これもそうか、これ馬宿で登録できたんですよ、馬が。そしたらなんか
馬宿だったら他の馬宿からでもなんか呼び出せるみたいで、その馬を。しかもこれ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 、登録した後、まあ名前もつけるんですけど、これこれこれ、ほら、この口笛は敵をなんかこう呼び寄せるためのシステムだと思ってたら、馬を呼ぶっていうのが目的だったの。この口笛はこう可愛いでしょ、ついてきて。でちなみにこれあの縦髪を変えたんですよ、馬宿でこうヘアカットっていうかヘアアレンジができたんで、もう長髪の長髪茶髪とかにもできるんですけど、まあ、この子はねちょっと短くしちゃいましたよ。おりゃちょっとさ、問答無用で打ち込んでくるのやめてほしいよね。ピャオンで、うわ思いっきり出張っとるじゃん、出待ちしとる。はい、そうで、スキップ、もうスキップができるって知らなかった。料理中のスキップもできるし、こういうなんかちょっとした移動のスキップもできるって知らなかった。これやり込みはやり込むほどね、やっぱいろんな発見がありますわ。ゼルダさんは馬の話に戻ると、敵に囲まれてこう攻撃されてたんですよ。でその時に口笛呼んだらダッシュでブワー来て、で A ボタンで乗ったらなんかね、疾走してる馬にブワッて飛び乗って駆け抜けていけたんですよ。あれがねかっこよかった。あれ飛びたかったな。なんか漫画のキングダムでいうところのシンがこう教会を救うシーンね、あの教会がこうシンの首に腕を巻きつけてふわってこう飛び乗る、あのシーンみたいな感じに、かっこよかったなあれ。もうそれ以来ちょっと馬が好きですよ、馬が。そう、木星といえば雷。雷の防ぎ方が全くわからなくて、もうめちゃめちゃ打たれて倒れていたんですが、そのスイッチ版のダウンロード版か、ダウンロード版購入するときに紹介動画みたいな、開発者インタビューみたいな動画がいくつかあって、で、まあ、購入するときにいくつかとか、まあ、1本目だけか見たときに、その雷の回避の仕方っていうのが紹介されてて、あ、ネタバレだけど見ちゃったと思って、そしたらあの雷が金属装備に反応していたっていう、木製のものを持っていれば回避できるみたいなことが書かれててっていうか言ってて、そんなことあるんだと思って、それは気づかんかったなっていう気づきですね、がございました。しかもその雷のターゲティングが始まった時に金属製の武器をこう投げると、それに雷がバシャーンといく、しかもそれをなんか攻撃として使えちゃうみたいなね、敵の方にその金属の武器を投げつけて攻撃できるってあって、すげえなゼルダみたいな。だからちょっとまた、ちょうどなんか雷来そうじゃない。あ、これこれこれ、気づかなかった、この雷マークがついてるっていうことに。あ、いやちょちょちょ、噂をするじゃん。でこれを投げればいいんだよね。やばい。大失敗じゃん。よし、でどれ投げよう、投げるもん決めといた方がいいな。よし、来た。はい、止まれ。ほい、ちょっと待って、馬2個ちゃん、タイミングが悪かったんかな。なんか投げた武器が砕け散った後に落雷が来たから。よし、来た、あいつに食らわしたろこいつ。おい、はい、よいしょ、いけ、ちょっとあかん、また雷恐怖症になった。さあ行こう、これ、あーやばい、投げるとかよりさ、こう
ちょっとさ、リンク、ちょっと、こういうことをしようか。いや、本当に何も持ってない。何も持ってないよね。あ、これか。おーら！ちょっとさ、もう、すっぱらかのリンクを打ち込む？ちょっとさ、何回ここで死なないかんわけ？ちょっともう、水の中行こう。水の中ならいいでしょ。ダメなの。あっか、もっと雷苦手になった。あ、そうそう。で、スイッチのそのダウンロード版に変えて感じたことは、とにかくプレイ時間を増やすにはもってこいですね。その充電のそのなんだろう、ガジェットに刺さってて、ガチャって抜いて電源ボタンを押したら、もうスマホのなんだろう、あの電源ボタンを押すみたいにすぐ立ち上がるんですよね。あそこか。で、あの手元のあのちっちゃい画面でゼルダがやれちゃう。あそこですよね、大きいのは。で、ロード時間に関してはなんかそんなに差を感じないかなっていう感じですね。いやいや、スイッチの方が早いよ、スイッチのダウンロード版の方が早いよって言われれば、あ、そうなのかもしれないなって思う程度。 Wii U 版とそんなに大差ない気がします。で、画質も別にそんな変わんない気がしますね。なんかもともと何これ、めっちゃ怪しいんだけど、これあれじゃないの、コログ案件じゃない。そっちか。なんかもともと Wii U 版買う時もその画像のクオリティに関しては Wii U 版もスイッチ版も変わらないよっていうのが、なんか Wii U 版を買う決め手になりましたね。なんかちょっとでも画像がいいんだったらスイッチ版まで我慢しようかなと思ってたけど、一緒ならじゃあ Wii U 版でやっちゃえと思って買ったんで。いや、このね、馬で旅をするっていうのはね、楽しい。なんか本当にこういうちょっとした小旅行してるみたいなもん。ほら、これ。めっちゃよそ見運転してるけど今。どうですか、この景色。多分ね、最近特に漫画のキングダムにハマりすぎてるのもあって。あ、馬に乗るってこういうことなんだな、みたいなね。ちなみに2個っていうのは、この、なんだろう、この下のマークが2個。これ何のマークだったかな？なんかこう、叩くと、加速するやつ。これはなんか馬によって数が違うらしくて、この子2個だったから、多分少なめなんだけど、じゃあ君2個ねっていう、そんだけの話ですわ。なんだろう、個数が増えるらしいですね。ガッツ人参で。ちょっとガッツ人参あげてみるか。どうやってあげるんだろう。ああ、勝手に食べた。勝手に食べた。ちょっとさ、なんか、ご主人のさ、ゴーサインを待ってほしかったな。そう、ここで宿泊したら、あ、いた。前回よりはちょっと広げられないだろうな。コオロギの実が少なすぎるから。よし。そう、なんかこう、あ、そうそうそう。で、ダウンロード版は、拡張版 ?1 と2があるのかな。あれが付いたやつを買って、なんかそうしたらこういう、なんだっけ、EX ミッションみたいなのが、やたらとたくさんあって、とね、把握できないぐらいたくさんありますね。これ、こんなにたくさん。こんなにたくさんっていうのがそんなないわ。あったわ。もう一個思い出した。あの、スマブラ用に買ったアミーボが一個あるんですけど、竜のやつが。アミーボが使えるって知らなくて、これ。で、これを右スティックあたりにこう、乗せると、一日一回、アイテムがもらえる。で、そんな別にすごいもんではないんだけど、一日一回こうパラパラパラってもらえるのはね、
ちょっと嬉しいですね。で、宿もちょっとケチって安いやつしか使ってなかったけど、これふかふかにするとびっくりすることが起きたんですね。これマックス HP が増えるっていう。一番すごかったのがゾーラか。ゾーラの里のなんとかベッド、ウォーターベッドみたいな、あれやるとハートプラス3で頑張りゲージもプラスになっちゃってましたね。いや、馬のスピードだとかなり楽だよね。さあさあさあ、ニコさんはこの辺までだね。上から攻略した方がいいな。あ、もう気分は完全にソリッドスネークですね。よし、痛い。なんで？ほい。うわ。私が守る。いきなり使っちゃった。うわ、そういうことか。そういうことか。後ろから投げつけられてたんだ。ご視聴ありがとうございました。